平野紫仕様、ファブリーズ CM、交番でファンの激しい反発。道江俊優の起用に怒りの不買運動が拡大。平野紫仕様の急な CM、交番に揺れるファブリーズの広告戦略2023年8月26日から放送されている P&G のファブリーズ新 CM において、新たなイメージキャラクターとして何わ男子の道江俊優が抜擢され、 これにより平野仕様のファンたちから激しい反発が広がっている。5月にキング・リンチオだったシジャニーズ事務所を退除した平野がファブリーズチ・ CM メインだったことから彼の急な降板に疑問の声が上がっているアーテイル。本校では、この CM 降板の背後にある事情やファンの反応、そして公認として起用された道へ俊優について詳しく掘り下げていく。 平野紫仕様のファブリーズ CM 期待と突然の終了平野仕様が P&G のファブリーズ CM に出演していたことは、その存在感とファンの期待を一心に集めていた。 脱退及び事務所の退場後も CM が続いていたことで一部のファンは外資系企業である P&G がジャニーズに忖度する形で平野を引き続き起用しているのではないかと期待していた。しかし8月26日の新 CM からは平野の姿が突如として消え、その代わりに道江春優が登場した。平野ファンの反発、ジャニーズへの引き継ぎは失望だ。 平野の CM 交番に対してファンたちからは激しい失望の声が広がっている。これまでの CM で平野が披露してきた爽やかな笑顔や独特のキャラクターが多くの視聴者に親しまれていただけに、その突然の姿消しにファンたちは困惑と共に怒りを感じている。 また、その公認が、ジャニーズのメンバーである道江春優であることから、なぜジャニーズ内部での引き継ぎなのか、平野を支持してきたファンには裏切り行為、といった声が SNS 上で続出している。CM 交番の舞台裏、契約終了か、それとも一部の報道によれば、平野のファブリーズ CM は契約期間が8月までだった可能性が浮上している。これが事実であれば、 平野が退場後も CM が続いていたのは契約期間中であったためであり、その公認が道へになったことも契約満了に伴うものである可能性がある。しかしこの点についてはまだ公式な発表がないため、事実確認が待たれるところだ。 道江春友の起用、なにわ男子からの新たな挑戦一方で、新 CM の主役である道江春友もまた注目の敵となっている。なにわ男子のメンバーとして、彼がどのように CM うちでの役割を果たすのかに期待と興味が寄せられている。 CM では夫婦の家に登場し、ハウスキーパー役として活躍する様子が描かれており、これによって道への新たな一面をファンや視聴者は知ることになるだろう。ファンの不買運動、CM に抗議する声が高まる平野のファブリーズ CM 交番に伴い、ファンたちの中で不買運動が広がっている。 平野のファンからの声だけでなく、一般の視聴者やネットユーザーからも、パブリーズはもう買わない、P&G はなぜ平野を交板させたのか、といった声が相次いでいる。これに対して P&G は、まだ公式なコメントを発表していないが、ファンたちの不満や疑問に真摯に応じることが求められている。P&G の対応、どう受け止め、どう進むのか P&G はこれまで多くの企業と同様、広告戦略において有名人や人気アーティストを活用してきた。しかし、彼らは今回のファブリーズ CM においてファンたちの期待に応えられなかったことで、企業としての信頼を損なう可能性がある。今後の P&G の広告戦略や、平野仕様との関係についての明確な説明が求められている。 結論、ファンの声を尊重し、広告戦略の透明性が求められる平野耀のファブリーズ CM 交番に伴う騒動は、ファンたちの期待と企業の広告戦略との間での圧力を浮き彫りにしている。P&G は今後、ファンの声に真摯に向き合い、広告戦略において透明性を持つことが求められる。 一方で、道江春友にとっても新たな挑戦となる CM での活躍が期待されており、彼がどのように視聴者と共感を築いていくか注目される。ファンの期待と企業の信頼を取り戻すために、今後の展開に注目が集まることだろう。